ハロー YouTube、 こんにちは。こんにちは。おなじみシリーです。今日はアイブロウワックスっていうのに挑戦したいと思います。アイブロウワックスっていうのは、眉毛にワックスを塗って、その上からテープを貼るんですね。テープを貼って物理的に剥がして抜きます。そうすると、いつもやってる眉カットはシェーバーでこう剃ってるんですけど、それよりも長持ちする、長い時間綺麗な状態で過ごせるというものですね。それがアイブロウワックスです。眉毛の形を整えるっていうことですね。そうですそうです、はい、眉毛の形を整える。なるほど、はい、この剃ったラインの、上とか下がちょっと生えてきちゃうっていうことですね。そうですね、はい、なのでこれをアイブロウワックスによってしっかり、抜いてもらうと、この本来の、剃ったキープできるという感じです。ではお願いしたいと思います。はい、はい、ちょっと髪の毛にこれつかないようにこういう風にターバンをして。メガネ、メガネどうやろう。メガネちょっと危険かな。取った方がいいですよね。こういうね、ワックスウォーマーがある。この中にワックスが入ってるんですね。ああ。まず、この眉のここに塗っていきます。はい、いきますね。熱い、大丈夫。はい、あったかいぐらいですね。あったかいぐらい。40度ぐらいですか。そうです、この中のワックスの温度自体は40度ぐらいかな。こういう感じで塗りまして、これがね、この工程が少し痛いんですよ。なるほど。テープを貼ってベリッと剥がす感じなんで。はいはいはい、いきます。おお、そう、結構物理的に、うん、あ、このなんか固めたりするものかと思ったら割とすぐもう、そういけちゃうんですね。こんな感じでね。ほう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 。取れますね。こういう感じ。はい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 。ワックスが毛穴とかに入り込む感じなんですかね。そうなんです。だから違うところについちゃうと、あ、なるほど。そう、危険なんですよ。そこも取れちゃうんで。はい。こう気をつけながら。若干赤くはなるんですけど、はい、1時間ぐらいしたら。もうすぐ引くんで、いきます。で、この手で、手の温度でちょっと冷ましてあげるとちょっと痛みが増しらしくて。はいはいはい。なるほど。もしもし全然痛くない、もしかして。じゃあ結構痛い。あ、でもなんかその、すいません、めちゃくちゃ痛いって想像してたので。あ、意外と シリがどんどんこう新しいメニューに挑戦するたびに、おしねが来ないといけないです。いきます。これでもうだいぶこの下と上の部分は綺麗になってるんで、次はこの口の内側の下の部分ですね。内側の方がちょっと大変そうですね。結構塗るのがね、ギリギリ攻めないといけないんで、そこがちょっと。結構最近 YouTuber の人とかも割とやってて、割と認知が広がってきて、それもあって広がってきてるかなっていう印象ですね。それで大体こっち側は OK ですね。これは結構最近になって主流になってきたっていうか。そうですね、海外でもともとすごい流行っていて、それが、はいはい、こっちに日本に入ってきた感じですね。このテープは何か専用のテープみたいなのがあるんですか。これはね、はい、意外と何でもいけるらしくて。あ、僕らはマスキングテープ使ってますね。あ、はいはい、ガムテープで見出しです。やだ。完了です。
おお、意外と短時間でできるんですね。そうなんですよ、そうなんですよ、お手軽にできるんで。あ、これはすごいですね。で最後ちょっと細かい産毛は、この眉シェーバーで。これで終了でございます。おお、この上と下にやっぱりちょっと薄く生えてきちゃってたのが分かったと思いますけれども、それが綺麗に取れて、もう元々どこに生えてたのか分からないぐらいになりましたね。この眉毛の形もよりこの上を削って平行に仕上げると優しい顔つきになるし、逆にこうアーチ型にこう吸い上げることもできるんですけど、まあちょっと男らしいシュッとした感じにできたりとかもするんで、いろんな眉毛のアレンジができるということですね。ああ、これ面白いですね。はい、これが、シリーでもできる。そうですね。アイブローワックスが、はい、2000円ですね。だいたい20分から30分ぐらいいただいてるんですけど、だいたい2000円でさせてもらってます。だいたい月1ぐらいでやる方が多いかなと思いますね。そうなんですね。はい。この状態が2、3週間は。そうですね。ちょっとずつやっぱり生えてはくるんですけど、何回も回数を重ねていくことで、どん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 毛が細くなっていく、薄くなっていくんで、生えてきづらくなっていくと思います。はい。ありがとうございました。じゃあぜひ皆さんもシリーで、アイブローワックス試してみてください。やってみてください。じゃあありがとうございました。ありがとうございます。星ね星ね星ねチャンネル見てくれてありがとう。